ホス・スーカ・カティンカは、ハンガリーの競泳選手。2016年現在、女子競泳界において、最も優れた万能型スイマーの一人と考えられており、鉄の女のニックネームで呼ばれている。バシャシュ SC 所属。ハンガリー南部のバラニア県ペーチ出身。幼い頃に水泳を始めると13歳まで祖父から指導を受け、15歳の時にアテネオリンピックに出場した。 高校卒業後、南カリフォルニア大学に水泳留学するため、アメリカ合衆国へ移住し、大学では心理学を専攻した。2012年のロンドンオリンピックでは、成績不振に終わり、引退を考えたが、後に夫となるシェーン・テューサップの指導を受けることになった。これ以来、ホススは各種大会で高成績を残し、女子水泳界の有力選手の一人と考えられるようになった。 2013年世界水泳選手権バルセロナでは200メートル個人メドレーと400メートル個人メドレーで金メダルを獲得し、200メートルバタフライでも銅メダルを獲得した。2015年世界水泳選手権カザンでは200メートル個人メドレーと400メートル個人メドレーで2大会連続の金メダルを獲得、さらに200メートル背泳ぎでも銅メダルを獲得した。 2016年のリオデジャネイロオリンピック、競泳競技では200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーと100メートル背泳ぎの3種目で、金メダルを200メートル背泳ぎで、銀メダルの合計4個のメダルを獲得した。なお、400メートル個人メドレーは、世界新記録での優勝となった。発数も200メートル背泳ぎで、 オリンピック記録と並ぶ4個目の金メダル獲得を狙ったが、アメリカのマヤ・ギラードに敗れ金メダルとなった。2017年7月4日、国際水泳連盟は、水泳選手を無視しているとして非難し、世界プロスイマー協会とする選手会を発足させたと発表した。メンバーには、ホスウをはじめ、萩野孝介、スウェーデンのサラ・ショーストレム、米国のケイティ・マイリ、 コナードワイヤーら五輪金メダリスト14人を含む30人が名を連ねている。私たちは水泳選手が対等なパートナーとして扱われることを期待します。私たちはテーブルについて私たちと交渉し始めることを期待します。私たちは彼らがプロ水泳選手の声に耳を傾けることを期待します。私たちは私たちの競技の未来に関わる重要な 決定において意見する機会を持つことを期待します。と表明した。また、ホ数スは先々週に自身のフェイスブック上で水泳選手の商業活動を制限し破滅的なルールを作ったとして FINA を批判していた。FINA の新規制で選手がワールドカップでの出場競技数が制限されたことにホッスは怒りの声を上げべてにおいて優秀な生徒が 他の生徒に迷惑はかけていないのに、教科家庭外の活動を教師に制限されることとして、非難した。母国ハンガリーのブダペストは2年に1度開催される、第17回2017年世界水泳選手権の、開幕を目前に、歩数は FINA がカオスに陥っていると非難している。 2017年世界水泳選手権ブダペストでは200メートル個人メドレーと400メートル個人メドレーで女子初の3大会連続の金メダルを獲得。さらに200メートル背泳ぎでは銀メダル、200メートルバタフライでは銅メダルの合計4個のメダルを獲得した。ありがとうございます。